ルヴァンカップをもっと楽しめるプライムな夜、 J リーグ公式チャンネルをご覧の皆様こんばんは。フリーアナウンサーの平井理央です。気になる方が映ってらっしゃると思いますけど、もう少々お待ちくださいね。JFA ハウスより明後日から始まる J リーグ YBC ルヴァンカッププライムステージの見どころをお届けしてまいります。ではお待たせしました、コメンテーターをご紹介してまいります。まず日本代表でも活躍された岩本輝雄さん、よろしくお願いします。お願いします。元日本代表の奈良橋明さんなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応、はい、奈良橋明です、はい、でも今日は似合いつも被りもしますけど、はい、今日似合ってる。結構似合ってる。これ控えめに、いい控えめに、びっくりしました。控えめに、プライムな夜なんで控えめにやっていきます。プライムですか。もう気になって気になってしょうがない画面がね、はい、映っていると思いますけれども、はい、さあそしてサッカー実況でおなじみ野村昭弘さんです、はい、よろしくお願いします。もう早速、はい、もう奈良さん攻めてらっしゃいますけれども、お二方はあの藤田とベルマーレ時代両サイドバックにもガンガン前に行ってましたから、はいはいはい、これでもまだ抑えめぐらいもっとガンガン行ってくれる感じですからね、うん、あれとするとちょっと岩本さんガンガンが足りてないんじゃないですかね。まだ先長いんですけど、これからこれから、でも奈良橋さんの目の表情が読めなくて、撮った方がいいですか。撮って一瞬撮ってみてください。はい、こんばんは。またここぞという時にまたかけてもらって、はい、よろしくお願いします。このご覧の配信はですね、 YouTube、Twitter、Facebook、LINE の J リーグ公式アカウントにて配信しております。皆さんからのコメントも適宜ご紹介してまいりますので、ハッシュタグルヴァンカップをつけてぜひリアクションしてください。ちょっとね、ぜひ奈良橋さんへのリアクションがあったらいいななんて思うんです。早速奈良橋さんの来てるかなと思ったんですけど、残念ながら奈良橋さんへのリアクション来てないんですけど、まだ、はい、ノータッチですか。ただ鹿島のファンの方が、はい、書かれてまして、はいはい、あのもうルヴァンカップ見に行こうということで発見してまいりました。チケットも引き出してきました。お、はい、でゴール裏お勉強させていただきます。普段おそらく J リーグではゴール裏ではないところで見ていて、今回ゴール裏にちょっと勉強しに。あ、ゴール裏に座るんですか。座る。で、あ、勉強なんです。勉強なんです。勉強なんです。勉強。そこ皆さんのこう熱いサポーターの中に入っていこうっていう感じなんですね。そうですよ。わかりました。ご自分で。すみません。ありがとうございます。よろしくお願いします。そんな中、まずはですね、昨年の決勝からご覧いただきます。決勝で対戦したのはセレッソ大阪と川崎フロンターレでした。はい、埼玉スタジアムで行われた決勝、晴天にも恵まれ、5万3452人の観衆が集まりました。どっちが勝ってもクラブ初タイトルです。この決勝、どんな思いで見てらっしゃいましたか。という中で試合は開始1分にセレッソが先制します。早いんです、試合の展開が。エドアルドがクリアミスですよね。クラブですよね。そう、それを逃さなかったんですよね。先制点大きかったですね、決勝ね。まあ、昨年杉本選手大活躍でしたからね、はい、点取ってましたからね。続いてこちらは13分の柿谷選手のシュートです。柿谷選手、意気込みありましたかね。まあ、全てスーパー選手なんで、はい、さあこちらは17分です。これだけで展開になりましたから、かなりここから行こうということですね。あとグラウンドが多分水まいてないんで、すごいやりにくそうでしたね、うん、フロンターレがね。パスサッカーがなかなかできなかったんで。普段はそうですよね、はい、徐々に主導権を握ったフロンターレ、43分のプレーです。チャンスはありましたよね、フロンターレの方がね。セレッソの1点リードで折り返します。フロンターレは長谷川選手を入れ攻勢に出ます。後半に入るとフロンターレの攻撃が勢いを増します。56分には小林優選手のシュートがありました。オーバーヘッドですね。この枠を捉えることはできず、まあ、チャンスはいっぱいあったんですけど、まあ、決める ね、あと決め切るだけだったんですけど。61分、左から途中出場の長谷川選手がシュートを放ちます。イメージは右隅ですかね。そうですね、巻いてね。
後半もね、こう見てもね。そうなんですね。ね、行くんですが、なかなか点が入らない。フロンターレはゴールが奪えないまま迎えたアディショナルタイム、セレッソのカウンターから、最後はソウザ選手が冷静にゴールを決めました。続けたのこれね。まあフロンターレね、点取り行ってそのカウンターですよね、やりましたもんね。まあこれはしょうがないですよね、点取りしたんで。序盤と終了間際ですよね、セ、ね、レッソ点取ったのね。それを決定づけるゴールになりました。そしてタイムアップ2対0でセレッソ大阪がクラブ初のタイトルを手にしました。3大タイトル取れてなかったセレッソですけども、見事去年のルヴァンカップゲットしたということになりました。相当選手も、まあ、初優勝、ね、そうなんですね、はい、これはもう嬉しいですよね、うん、はい、というわけで改めて去年の決勝のカードをご覧いただきましたが、まあ、改めてご覧になって岩本さんいかがでしたか。まあ、やはりセレッソユン・ジョファン監督が変わって、うん、はい、やっぱ勝たせるなと、前もトースの時に上位に立ってましたし、ね、去年も2つタイトル取らせたんでいい監督だと思いましたね。またやっぱり最初47秒で点が入ったっていうのは大きかったですね、はい、大きいですけど、あの空振りないでしょどうですか平井さん、どう思いますか。あ、そんなやっぱり張り切りすぎたりとかあるんですかね、はい、これあれですよね、こう下馬評的には圧倒的にこうフロンターレが勝つんじゃないかっていう風な期待はあった中 でフロンターレが負けたじゃないですか、はい、でまたかっていう感じだったんですね。そうですね、またこうシルバーホルダーになったかっていう感じだったかなっていう、ね、両チームともにまだタイトルなくて初タイトルっていうことで、で川崎の方が調子良くて行くかっていうところでしたけれども、そういうまあ期待感もあった中でも、セレッソの選手はそういう風なまあ雰囲気だったんで、うん、絶対に俺たちが勝つっていうまあ意気込みがあったと思いますけどね。そういう心理的なところも働いたんですかね、はい、そしてファイナル最優秀選手はセレッソ大阪の杉本健佑選手でしたが、杉本選手に関してはいかがでしたか。まあ、この大会に限らず、1年通して本当に素晴らしい活躍をしましたし、まあ、いろんな形からゴールできますので、まあ、これもね、いきなり47秒ですか、はい、なかなか落ち着いて決めれないんですけど、うまかったですよね。そうですね、昨年の調子良さが出てましたね、まあ、相手の、まあ、ミスではありましたけど、うん、それをしっかりと得点につなげるっていうのは、ね、昨シーズンは確か20オールのリーグ戦で取ってますし、うん、はい、まあ、それぐらい その攻撃の力は、ね、ありました。これセレッソはなんかこうターンオーバーも使いながら、うん、こうなんかチーム一体で取ったタイトルじゃないですか。そうですね、だそれの勢いが僕ら天皇杯にもこう繋がったんじゃないかなと思いますけど、ね、なるほどですね、うん、まあ、こういった去年の活躍があって、また杉本選手は今回代表をまた呼ばれましたし、そうですね、選ばれました、ね、まあ、高さもあるし、そうですね、両足蹴れるし、キープうまいし、楽しいんじゃないですか。そうですね、そしてルヴァンカップといえばニューヒーロー賞ですね、昨年はベガルタ仙台の西村拓磨選手でした、まあ、去年、ね、この辺りで、まあ、ベガルタ仙台が昨シーズン初のベスト4ということで、はい、まあ、そういう中で活躍を見せたわけですけども、この辺りから昨シーズン辺りから西村選手は覚醒し始めたというふうに見ていいんですかね。そうですね、まあ、とにかく前に速いので、うん、その上背はないんですけど、スピードが本当に速いので、はい、今年も11点、日本人得点を、まあ、移籍はね、決まりましたけど、そうなんですね、ましたね、うん、まだ21ぐらいですもんね、今回代表もしかしたら、ね、入ると思ったんですけど、うん、まあ、本当にシュートも上手いですし、そうですね、うん、去年から本当に一気に来ましたよね。まあ、今シーズンは本当に11ゴール、日本人トップだったんですけど、お話にあったように、ロシアのチェスカモスクワ、かつては本田選手が在籍をしていたクラブですけども、うん、そこに行って、今度は、カップ戦、今回はルヴァンカップではなくチャンピオンズリーグ、ヨーロッパのチャンピオンズリーグの方に今度は西村選手はチャレンジをするということになりますからね。そう、レアルマドリード、ローマと。ローマですよね、はい、楽しみですよね。チケット取ってもらうかな。そうですね、よくスペイン行かれますからね。そうですね、まあ、後ほどですね、ちょっと今年のニューヒーロー賞は誰になるのかななんていう予想もちょっとしていただきたいなと思います。さあ、そして今年はどのクラブがまずルヴァンカップを制するのか、プライムステージのトーナメント表をご覧いただきましょう。 ACL 出場の4チーム、鹿島、川崎フロンターレ、セレッソ大阪、柏はここから出場します、はい、また今年は例年と違ってグループステージに J2、甲府と新潟も参加しました。そのグループステージ、さらにプレーオフステージを勝ち上がった4チーム、湘南、横浜 F マリノス、甲府、ガンバ、大阪、合わせて8チームでこの組み合わせになっています。
ではプライムステージへ勝ち上がった4チームの戦いを、まとめております。VTR ご覧ください。横浜 F マリノスはグループステージ初戦を開始早々の得点で勝利すると、その後は粘り強い戦いで勝ち点では1位と並ぶも得失点差でグループ A の2位に。プレーオフステージでは第1戦のホームを4得点で勝利、続く第2戦は先制されるもウーゴ・ビエイラの得点で引き分けに持ち込み、プライムステージ進出を決めた。ヴァンフォーレ甲府はグループステージ初戦を3対0と快勝。 J2 から参戦の甲府は得失点差によりグループ B の2位に滑り込んだ。プレーオフステージでは1勝1敗ながら小塚和樹の2試合連続ゴールなど合計得点で浦和を上回り、プライムステージ進出を決めた。ガンバ大阪はグループステージ初戦を4失点で落とすも、その後2試合連続の4得点で連勝、混戦を抜け出しグループ C の2位を確保。プレーオフステージでは第1戦ホームで勝利、第2戦アウェーでは先制されるもファン以上のハットトリックで逆転、プライムステージ進出を決めた。湘南ベルマーレはグループステージ初戦をホームで勝利、その後2連敗するも後半戦負けなしでグループ D の2位に。プレーオフステージでは第1戦ホームで3得点と快勝、第2戦アウェーでは敗戦するも野田龍之介の貴重なアウェーゴールでプライムステージ進出を決めた。プライムステージへの道をご覧いただきましたが、これプレーオフステージも盛り上がりましたね。そうですね、まあ、グループステージの1位通過と2位通過が対戦するんですけど、そんなことにこう2位通過が全部勝ち上がったと、はい、そういうことになりましたけれども、仙台昨シーズンベスト4だったわけですが、そこと湘南やりまして、はいはい、3-0 でまず勝ったんだけども仙台も頑張ってまた3点取ってって、そういうゲームもありましたからね。その両方とも解説やってました、ね、あ、そうだ、はい、何やってるんですかね、ベガさん。まあ両方とも応援してましたよ、やっぱ、はい、僕いろんなチーム見たんですけど、やっぱそこ2つは大好きなんで、はい、だからちょっと複雑な思いがちょっとあったんですけどね。でも甲府はあの2試合圧倒しましたよね。そうですね、レッツ対浦和、浦和レッズを本当に内容でも浦和は圧倒しましたし、また今度のね、試合もベイソル戦もなんかそうJ2 の意地というか、そういうのはすごく期待感は僕は高まりますけど、そうですね、勢いがあるという感じなんですね、はい、それでは対戦カード別にじっくり見どころをチェックしていきましょう。まずは湘南ベルマーレ対セレッソ大阪のカード、これはどうご覧になるかというところを伺っていきたいんですが、湘南ベルマーレの長期で監督が言っていたんですけれども、なんとなく組み合わせ抽選の前にセレッソと当たるんじゃないかなって、なんとなくだけど思ってたって言ってたんですよ。それ本当に本当なんですかね。そうですね。ただご自身実は J1 でセレッソと3回やって一度も勝ってないんです、全部負けてるんです。そう、調査あれですよね、セレッソの育成か、あ、はい、なんかのコーチをやってたと思うので、うん、そういう本当に負けられないというか、まあ、意地は、ね、すごくあると思いますし、でもセレッソは昨シーズンのね完全覇者ですから、そうですね、はい、そういう風な、まあ、プレッシャーじゃないと思うんですけど、うん、そういうやっぱり意地っていうのは、ね、絶対あると思うので、まあ、楽しみですけどね。そうですね、はい、まあ、最近の戦いぶりでいきますと、まあ、湘南に関してはちょっとこう内容は悪くないんだけれども、なかなか結果が出ないというゲームが続いてきた中で、うん、週末は長崎に勝って、これ6試合ぶりの J1 勝利、はい、これ大きいかもしれないですね。そうですね、まあ、1点取って2点目はなかなか来ないですよね、うん、はい、それでこの長崎戦は3点取れたんで、まあ、次の選手戦も2点目が来れば可能性ありますけどね。そうですね、うん、大きく戦
いとしてはどういう戦いになりそうという、いやベルマーレの戦いっていうのはあまり変わらないと思うんですよ。スルバックでもどんどん前に前に早く行くサッカーは変わらないと思うので、まあ、セレッソも、まあ、今 J リーグどこのチームもあんまり戦いは変えないと思うので、まあ、お互いにやり方分かってると思うんで、お互いにあとチャンスは絶対あるんで、そこを決め切るか決め、そこだと思う。あの組み合わせ抽選の時にセレッソの高木俊之選手が来て、うん、あのまあ、インタビューに答えてたんですけれども、うん、やっぱりどうしても湘南ベルマーレはハードワークだと、うん、なので自分たちもそこはしっかりとそれに対応できるようにしていきたいという話はしてたんですけども、うん、まあ、ちょっとカラーがまた違うチームの対戦、まあ、セレッソはね、つなぐサッカーじゃないですか、はい、ね、ベルマーレもどん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 女性力早いんで、うん、まあいい勝負というか得点なんか取り合えないような感じはしますけどね。そうですね、うん、まあでも本当にセレッソが攻撃陣というか、はい、杉本選手、あとは山口選手が怪我で、ね、代表離脱しますよね、まあ、不在という中で、はい、まあ、高木選手とか、ね、清武選手とか、まあ、柿谷選手が、まあ、攻撃の質が高いですし、そういう中でも湘南はやっぱりゴールキーパーの秋元選手が、もう素晴らしい守護神としてしっかりと、まあ、止めてくれますし、まあ、そういう中でも、まあ、セレッソがしっかり、まあ、攻撃をしながら湘南がこう守るっていう、そういうゲームにもなるのかなという、まあ、2試合あるんで何とも言えないですけど、まあ、こういう、まあ、セレッソがしっかりとボールを持ちながら、まあ、湘南が守ってカウンター総力を生かしながらカウンターを生かすっていう展開になってくるかなっていうふうには思いますけどね。まあ、そのカップ戦で守ってカウンターというところの中では今ご紹介ありましたけども、ゴールキーパーの活躍っていうのは永瀬さん不可欠ですよね。いや、そこしっかりと、チーム締まると思いますし、うん、そういうのが秋元選手中心に、まあ、後ろの、3枚ですかね、3枚もやっぱりこう守備だけじゃなくて攻撃に行くっていう勢いがあるので、そこのやっぱりこう入れ替わりの中でどれだけカウンターを、まあ、今テレも言いましたけど、山さんも言いましたけど、ワイドが、まあ、どれだけ直さないでいいよ気持ち悪い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 、じゃあ付き合ってる人がうっかりあの親しく呼んでしまってみたいな、ちょっと今もう赤面しましたけどポッとしちゃいましたけど、両ワイドがどれだけで、セレッソも今こう3バックでやってると思うので、そういうところで両サイドの主導権争いっていうのは、なんかこの試合に関してはすごく鍵を握るかなっていうふうに。あとあれじゃないですか、1対1じゃないですか、球際次第じゃないですか、あと両サイドの攻防だと思います、はい、真ん中お互いにやっぱ締めて強いん で、ね、ウィングバック同士の戦いでそこをかわせるかかわせないか、そこでいいボールが入るか入る中で決まると思います。あと質ですよ。そうですね、まあ、このチームに限らずどこもそうなんですけど、クロスの質っていうのがすごいポイントになると思うんで、それだと思いますけど、ね、そのいいクロスが入ってきて、あとは真ん中で誰が決めるかっていうことになってくると思うんですけど、うん、はい、湘南はこの夏に山崎亮吾選手入ってきて、はい、結構ヒットしてると思うんですが、うん、いかがですか。やはりあのイケメンですし、うん、そこそこ重要ですか。イケメンで、あとはまあ前線でターゲットとして得点も取れますし、はい、ボールも収めてくれるので、うん、あとは献身的に守備もできる選手なんで、すごくなんか噛み合ってるなっていう、その湘南ベルマーレ のチームのスタイルに、はい、すごくいち早く噛み合ってくれてるなっていうのすごく思いますけどね。はい、まあ、そしてセレッソの方は、まあ、杉本選手が代表の方に行ってちょっと出られませんので、まあ、おそらくトップは山内選手かヤンドンヒョン選手かっていう形になってくるんでしょうけども、そのためにはやはり先ほどサイドっていうお話がありましたけれども、うん、清武選手だったり高木選手だったり、うん、山本さんそのあたりのやっぱり質っていうところですかね。まあ、そうですね、間違いないですね。そこは必ずペナルティーの角で1対1になるシーンがあると思うんで、まあ、そこでこういうたくさん出てくると思うんですよ、シーンが。清武とかもね、これが大事だと思いますけどね。清武選手もまだね、代表に行くチャンスはあるんで、うん、ね、こういう試合でしっかりと結果出しながらね、代表につながるっていうやっぱりモチベーションもあると思うので、昨シーズンちょっと怪我が多かったじゃないですか、うん、清武選手で、ね、そういう中でもすごく悔しかった、ね、昨シーズン1年だったと思うので、はい、まあ、今シーズンはもうこのカップ戦も同様ですけど、しっかりとしたこうプレーというかモチベーションも高いと思いますので、期待はしてますけどね。そうですね。まあ、セレッソはね、J1 ここ4試合で3勝、1敗、1敗も広島に負けただけって好調ですからね。まあ、徐々に上がってきましたよね。今年はあまりね。さあ、どんな対戦になるでしょうか。続いては、ヴァンフォーレ甲府対柏レイソルです。というこの対戦になるわけですけども、この対戦を、まあ、おそらくサポーターの方は聞くと、2005年の J1 の、昇格、降格の入れ替え戦という。あれ、バレー選手ですよね。はい、はい、うん、ダブルハットトリック。うん、すごい。6得点。確か、なんか甲府のスタジアムが、はい、停電になったんです。ですよね。そうなんです。また柏のチャンスの時に、そうでしたっけ。
手でなって、まあいろいろね物議を醸したゲームで、あれ以来ですか？以来、あれ以来、あれ以来、まあどっかで当たってますか？でも、まあでもそう因縁があると、因縁がある、因縁がある、はい、この両チームってことなんですか？そうか、そうですね。まあ、そういう中で、まあ、もちろん甲府に関しては今 J2 を戦っていて、しかもシーズン途中に監督交代で吉田監督から、はい、まあ、監督が上野監督に変わって、うん、最初は結果出たんですけど、ちょっと今ちょっと出ないですね。今7位ぐらいでしたっけ？いや、もっともっと15位です。そんな苦しんでるんですよ、 J2。 実はここ7試合で1勝1分け5敗で、ちょっと J2 の方でなかなか結果が出ないので、ある意味起爆剤に、だからこれでなんか勢いをつけてほしいなと思うんですよ、うん、はい、カップ戦で勝ってね、 J2 に今苦しんでますけど、そういう中でも、まあ、どういったその選手が出てくるのかなっていうのすごく思いますけどね、はい、うん、やっぱあの昨シーズンのセレッソがこうターンオーバーしながら、はい、こうチーム一つになって結集して取ったじゃないですか、はい、そういう中でも J2 でこうあまり出てないこう選手がこう出てくるチャンスは、天皇杯も勝ってるじゃないですか、うん、そうなんですよね、そういう中でも、はい、なんかチャンスはあるんじゃないかな、そのチャンスを、まあ、きっかけにそのリーグ戦のレギュラーを掴んでほしいなっていうふうには思うんですけど、ね、はい、今例えばトップで言うと、まあジュニオル・バホスが怪我をしていて、うん、金園選手がやって頑張ってるじゃないですか、これがまたこういったところでまたさらにその点を取って乗っていったりすると、 J2 の方にまた還元されると思うんですね。そこは間違いないと思いますよ。金園選手とかを得点する頑張れる選手じゃないですか、うん、でこういう選手はすごくこれから必要になってくるんで、こういった選手が取るとまた勢いをね、さら、うん、につくとは思いますけどね、うん、ジュビロ時代のような得点量産みたいな、そこはね間違いなくあの上野監督も期待はしてると思うので、はいはい、高さもありますしね、うん、そうですね、はい、まあ、そして一方の柏なんですけれども、こちらもくしくも監督途中交代で、僕はリーグ戦優勝候補にしたんですけど、まあ、最下位に危ないですね、ちょっと ね、まあ、ね、はい、かなり今、はい、ちょっと、ね、ここのところはという、ただどうですか、まあ、あの加藤監督になってからというところで、ちょっと今復調の兆しというかは、まあ、なんかこうですね、良かったり こんな感じなんですよね。そうなんですもんね、例えば前節長崎に5対1で勝って、うん、おいけるかなと思ったら、うん、前節 F マリノスに敗れるっていうような、そうですね、まあでも加藤監督縦に速いので、うん、さあ、あのクリスティアナとあの伊藤純也、はい、あ伊藤純也いないんだ、そうなんですよ、代表に行ったので、あだからそこもやっぱポイントですよね、そこを誰が使うね、そう右誰やるんですかね、そこをそうですよね、一応ほら柏のストロングポイントは右なんで、小池選手、伊藤選手がストロングポイントなんです、はい、で伊藤選手が不在なんで、ここを誰が入るのかなっていう、なんかそれはねすごく、まあ、だから最近出てないけど中川とかトップ下でうまいので、背の低いって言うんですけど、選手としてはまあチャンスでもあるっていうことですね。そうですね、はい、まあでも練習的にはね、あの J2 には負けれないっていうのもありますし、リーグ戦でも良くないので、うん、そしたらカップ戦はやっぱ取りに行きたいと思うので、これは面白い試合になると思いますけどね。そうですね、うん、この辺りでまたねクリスティアーノ辺りが爆発すると、だってクリスティアーノ甲府いましたよね、うん、そうです、甲府に行って戻っての繰り返しというか、せっかく甲府行って活躍したなと思ったらまた引っ張られるみたいな、甲府はちょっとそういう厳しいところがありますから、あの外国籍選手は活躍するとまた戻されたり引き抜かれたり、だってクリスティアーノ長崎戦で確か2ゴールしてると思うので、はい、そうですよね、あとレイスルはね手塚康平って左利きのボランチの左の子がいるんですよ、はいで、うんうん、去年もすごいレイスル下平監督の調子良かったじゃないですか、うんうん、それで彼が前十字切ってから調子が落ちたんですよ、うん、でようやく戻ってきたので、ちょっと中盤もね、あ早いですね、映像出てくるのね、うん、左利きも高校生とか見てるんですけど非常に抜群なんで細いんですけど、まあ彼がゲームメイクうまくできればボールいっぱい触れればチャンスいっぱいあると思いますけどね。やっぱり山本さんは左利きの選手は気になりますか？気になりますし、本当に本当に高校の時からめちゃめちゃうまいですよ、はい、もう全然細いんですよ、あのそうなんだけども、相手に当たられる前にいなしながらとかシャビとかイニエスタみたいな感じで非常にいい選手なんで、これは面白いですけどね。気になる選手続々と出てきましたが、はい、お知らせを挟んで残り2カードの紹介をします。
ちのブロックいいね。手沼さんが言ってましたってこと。ルヴァンカップをもっと楽しめるプライムな夜Jリーグ YBC ルヴァンカッププライムステージの見どころをお届けしています。さあ奈良橋さんもね、はい、プライムバージョンになってまた再びご登場。またちょっとギア上げてくる感じ。どんどん上げます、それでは続いてガンバ大阪対横浜 F マリノスのカードということなんですが、はい、皆さんそうですね、ちょっとこの2チームは本来いなければいけないというか痛いポジションに J1 ではいないというところあると思うんですけれども、まあ、まずガンバに関して言うと監督が交代をして、宮本監督になったわけですけれども、ちょっとなかなか最初は結果が出なかったんですね。でも守備はすごい修正されたじゃないですか、うん、はい、まあ、やっぱりかっこいいですよね。そうですね、そこ、やっぱこの洋服着てるじゃないですか、上下、うん、このすごいさっと新しいですよ、パンツが。どこで買えるのか、そういう情報いらないですよ。ありがたいです、ありがたいです。宮本監督になって、なんか若い選手をそうなんですすごく使ってるのかなっていうか、例えばコース選手とか、あとは山口からこう加入した小野選手とか、そういう選手たちがこう伸び伸びと僕がやった中で、この間リーグ戦でフロンターレに勝ったっていうのは、僕それは大きいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。そうですね、まあ、あとはやっぱりね、今野選手がそう戻ってきましたから、戻ってきたっていうのはこのタイミングで、はい、今野選手が戻ってきたっていうのは大きいと思いますね。そうですね、はい、で今野選手戻ってきて週末の、川崎フロンターレ戦で先発、うん、で3バックでやって、はい、で 2-0 で、はい、ゼロですか、ね、ゼロですが、監督就任後初めてのクリーンシート、はい、無失点ですよね。あの宮本監督が3バック得意じゃないですか、まあ、代表の時からそうですね、はい、一番自分がやりやすい時、はい、一番輝ける場所が3バックの一番後ろだったんで、はい、だからもうやり方分かってるからこれでいいんじゃないですか。そういう監督の特性もあるんですね。あります、あります、あります。まあ、あとね、3バックにと、まあ、三浦選手が代表で取材ですし、だから韓国のファン・ウィジョ選手も多分代表に選出されてって不在だと思うので、はい、まあ、そういった不在な選手の中で、ね、宮本選手、あ、宮本選手はね、宮本監督が選手の選手、ね、宮本監督がね、はい、どういう選手を顧問を使うのか、まあ、注目してますけどね。そうですね、うん、はい、まあ、そして、まあ、あの監督交代といいますとシーズン始まる前ですけれども、うん、横浜 F マリノスは、うん、ポステグルー監督になって完全にこうサッカーが今までのイメージ、うん、まあ、剣士というイメージが結構こう数年あったと思うんですけど、うんうん、かなり山本さん変わりましたよね。サイドバックがなんか入ってね、はい、はい、マンチェスターシティみたいなペップガーデラ監督やってましたけど、はい、見事に失敗しましたよね。いや最初はやっぱり開幕戦の3試合が良かったんですけど、やっぱ相手も J リーグのレベルって高いので、俺足らんじゃん、俺が足らんじゃん。いや、やっぱそれも研究されますよすぐ、はい、J1 はレベル高いんで、まあ、そこでやっぱ中澤先生最近も怪我もそうなんですけど、新しいセンターバックを取ったりとか、うん、やっぱここの 2,3 試合、はい、見られました、見られました、違うサッカーですよ。いや全然あんなライン高くしないし、飛んできてます、ファイバックにしてるし、はい、なんかどうしちゃったのかみたいな。だこの間レイソル戦では4バックだったんですよ、うん、で4バックした中で、でもその前は3バックのちょっとこう剣士というか、はい、もう守備を立て直すためにもなんかもう結果にこだわるような、まあ、サッカーをしていく中でどうやって得点を取るっていう中で僕が注目してるのはやっぱりウーゴ・ビエラ選手、うん、はい、やっぱエリア内での、うん、もうなんていうんですかね、ここにいるっていうところに、はい、そう、この選手そうなんですよ、うん、いてくれるんですよ、うん、この人って今ベルマール戦これファーで入れたじゃないですか、はい、あの中町選手とよく喋るんですけど僕、うん、監督がセンターフォワード、これ結構ワントップですよね、マリノスって、はい、ニアサイドに来ちゃいけないんです、絶対ファーサイドに待ってるって言って、これ相手チームいいですよ、これ、これ、言っちゃいけないです、大丈夫、これ言っていいんですか。大丈夫です、必ずファーサイドにいて、彼が生でカットできない、彼で入れてレッドって基本ファーなんですよ、ニアで行かないですよ、ボールサイドで行かない、絶対相手の逆サイドに行って、うん、そこから速いボール来た時に入れるとか、そういう感じなんで、すいません、すいません。あとでもやっぱりアマジュンが代表入ってるじゃないですか、アマの選手が、はい、彼は本当左利き、テクニックありますし、あの視野も広いですし、フリーキックうまいし、だからポイチ、森保監督ね、すんごいいいとこ選んだなと、今はもう関係者さん、こんなっちゃってましたよ、森保監督はいいとこ僕は見たなと思います、さすがに。でも彼がいないのはやっぱり痛いかもしれない、ゲームメイクする人に。
その中でやっぱ僕は期待しているのは遠藤選手、遠藤健選手、彼もね、高校時代からマリノスユースから見てるんですけど、本当にスピードあるんで、サイドでね、はい、でマリノスもここのサイドで1対1多分作るいっぱいチャンスがあると思うんですけど、ここで彼がいい状態でボールを持てれば、うん、2回に1回は必ずクロスが上がってくるんで、そこをメディアとか他の選手が決めればいいのかなと思いますけどね。F マリノスに関して言うと、はい、久保建英選手を注目っていうふうに思っている方も、はい、いたい方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、FC 東京で出ているので、はい、この規定により今回は出られないっていうことですね。はい、さあそれでは最後のカードです。鹿島アントラーズ対川崎フロンターレですが、そうですね、まあ、こちらはもう近年は、はい、永瀬さんいろいろなリーグ戦の方で2016年の方は、いろんなね、はい、そうですよね、はい、だから昨シーズンですよね、昨シーズンは、まあ、最終戦で、まで、はい、最終戦で大逆転という形でしたから、アントラーズが勝てば、はい、よかったんですけど、ここで引き分けて、はい、でフロンターレが大宮に 5-0 で勝って以上決まったと、いろんなこう因縁があるで、フロンターレは大西監督は、ね、鹿島の OB で、はい、いろんなこう因縁がある2チームなんで、なんかいろいろと見どころは満載かなっていうふうに気がします。 ね、その前のシーズンは逆に鹿島の方が、うん、チャンピオンシップで勝って、はい、準決勝勝って勝ち上がってってっていうところもありましたし、僕も出たんですけど2000年決勝でやってる、はい、あ、そうですね、決勝でやってる時は2対0で鹿島が勝ってるんですけど、はい、まあ、でもそれ、まあ、それよりかは、まあ、フロンターレもね、やっぱりチーム力としてはすごく高いですし、まあ、攻撃的な、ね、力もありますから、あとは、ね、代表選手がまあ不在、まあ、両チーム不在な選手ね、うん、多いと思うんですけど、怪我人がね、フロンターレ多いんで、うん、まあ、そうですね、気になりますよね。大島がいないっていう、まあ、代表もそうだったんですけど、はい、ここの代わりにモルタ選手入りましたし、うん、まあ、ボランチ誰やるのかなっていうのと、まあ、中村健吾が下がるかわからないですけど、うん、まあ、代表が多く取られるとちょっと厳しいですよね。そうですね、連戦だし、まあ、僕は、まあ、鹿島に関してはやっぱりこう得点源としては、ね、鈴木優真選手が、うん、はい、今シーズン得点も、まあ、この頃ちょっと得点取れてないところもあるんですけど、まあ、得点も取れるで、周りの選手も使えるっていう中で、まあ、代表にも入れる選手だと思いますし、すごく期待はしてますし、うん、あとはまあ安西光選手、はい、いや、この選手はどこでもできるんで、はい、こう左右のサイドバック、はい、で中盤でも、うん、で32番っていうのが僕すごく愛着というか、僕あの鹿島で1年目32番だった、はい、そういうことを思ってつけてくれてはないと思うんですけどくれたっていう話かな、ない、ないって、うん、つけてくれてないとは思うんですけど、まあ、そのぐらいの突破力もあるんで、僕この2人には注目してます、うん、これからさらにこう伸びそうな2人でありますもんね、うん、そういうところでもこの2人にはこう活躍して、このルヴァンカップで活躍して代表に行ってほしいなっていうのはすごくありますけど、まあ、本当に、ね、いいゲームになるとは思うんですけれども、まあ、どうですか、内容とするとどんなゲームになりそうだなっていうのは、山本さん、まあ、フロンターレボール握るでしょうね、はい、それ、まあ、鹿島がカウンターを狙う、うん、中でやっぱ家長じゃないですか、フロンターレは、うん、はい、家長、小林優、はい、いました、代表に行ってます、じゃあやっぱり家長が鍵にいいんじゃないですかね、うん、そうですね、まあ、彼ね、なかなか一人で取れないので2人3人入ってくると今度は中村健吾が開くんで、うんうん、そしたらいいスルーパスも出てきますし、まあ、今シーズンもまあ J1 でも中村健吾選手いいパス出してますからね、そのいいパスをこう合わせるというか、うん、ね、やっぱり斉藤真奈選手がこうキレキレのね、はい、ドリブルを持ってるんでコンディション上がってきてるんですよね、どんどんかなりこれ上がってきてるんですよ、斉藤真奈選手やっと上がってきたなっていうのがすごく印象あるんで、この試合でも活躍してくれるかなっていうのと、あとフロンターレのホームがアジスタなんですよ、うん、そこがちょっとどうかなっていうのが、はい、まあ、なんか気にはなります、ね、なんでアジスタなんですかね、生さん詳しいじゃないですか、なんでアジスタ、皆さん僕知ってますけど、なんですか言ってください、あの、いや、そのこのなんか陸上大会があるんですよ、驚きで、それ決まってたんで、はい、動かせない、そういう事情、動かせないって、はい、まあそう考えちょっとアウェー感出ますよね、それがどう左右していくのか、そこなんですよ、はい、これがどういう風になるのかな、
それでは改めてトーナメント表を確認しましょう、はい、こちらになっております。さあ、このトーナメント、はい、出るでしょうか。この山を見て、まあ、楽しみですね、というところと、川崎、鹿島が、まあ、ここでちょっと当たってしまうのはっていうふうにね、両サポーターは思ってる方もいらっしゃるかもしれませんし、でもガンバは昨シーズン確か準決勝で大阪ダービーでね、ギリギリでね、はい、 そうです、まあ、そこでなんか勢いつけてセレッソは行ったかなっていうふうには思うんで、はい、ガンバは、まあ、こう見てやっぱ代表が少ないチームが有利ですよね、はっきり言ってね、ほとんど説明もできるね。やっぱ代表の選手2人3人いないと本当に真ん中の中心がいなくなるんで、うん、戦い方はずれるんじゃないですか。圧倒的に強いっていうチームが今ないじゃないですか、そこまで。そうですね、みんな僅差なんで、そこで代表選手とか怪我人が出るとちょっと苦戦するのかなと思いますね。はい、ルヴァンカッププライムステージ第1戦はあさって水曜日に行われます。続いてはこちらです。1996年に創設され、今年で23回目となるニューヒーローショー。対象となるのはルヴァンカップ開幕時に21歳以下であること。グループステージから準決勝まで報道関係者の投票をもとに J リーグチェアマンを含む選考委員会が選出。これまで受賞した選手たちは J リーグや日本を代表する選手へと成長を遂げており、若手選手の登竜門となっている。それがニューヒーローショー。はい、ということで改めてニューヒーローショーの歴代受賞者ご覧いただきたいと思いますが、本当にね、そうそうたる顔ぶれなんですよね。そうですね、ここで賞を取るとみんなね、代表入りますし。そうですね、スーパースターになってますね。七海さんあたりからね、スタートしてますからね。長谷部選手もいますし、うん、こう見てもすごいメンバーが取ってますね。そうなんですね。ああ、まあ、だから絶対でも優勝のチームから出てないっていうのもあるじゃないですか。西村選手去年ベガルダもそうですけど、まあ、それ選ぶのもよくみんな見てるかなっていう印象ありますよね。そうですね、やっぱりニューヒーローショーなんだと若い選手がね、これでこう活躍してやっぱステップアップしてるなっていうのは、はい、すごくこのルヴァンカップの見どころかなっていうふうには今年の、ね、ニューヒーローショー、じゃあ注目の選手はと言われたら、岩本さんは。僕はマリノスの遠藤、はい、遠藤推しです、遠藤推しで、はい、先ほども、ね、いや本当に彼自分の形持ってるんで、もう一皮むければ絶対代表とか入れると思うんで、はい、まあ、ここでちょっと頑張ってもらいたいですよね。本当に早いんでね、最後からチャンスメイクできる、はい、ここでニューヒーローショーを取れば本当に一気にドンと行くんじゃないかなという、もう1月代表でしょう。 U21 から今度は、はい、フル代表の方に、はいはい、分かんないですよ、それなるんじゃないかという予想ですからね、はい、なってほしいなと、はいはい、奈良橋さんいかがですか。僕は湘南の斉藤選手、一番の選手はもうボール奪えるし、奪えますし、あとは確かルヴァンカップの長崎戦でボールも、まあ、杉岡選手も注目してますしね、まあ、アジア大会でも活躍しましたし、はい、すごくあの後ろもできるしワイドもできる、まあ、素晴らしいポテンシャルも、あ、この2人です、この2人です、はい、この2人です、まさかのインサートに合わせて解説してくださる、はい、ありがとうございますありがとうございます、はい、この2人が活躍してくれれば湘南の結果っていうのは本当についてくると思いますし、で、その残念なのが斉藤光希選手が U19 にこう選ばれてるんです。でそこで確か、あ、でもあれか、ここカップ戦は出れるのかな。でも今ちょうど遠征になってますよ、ね、ですこれ、そうです、まあ、分かんない、不在になっちゃうかも分かんないんですけど、はい、でも杉岡選手が、ね、アジア大会で戻ってきましたね、戻ってきたので、はい、そういうところでもこの2人の活躍っていうのは僕はこれからも注目したいなっていうのは思いますけど、ね、あの山本さんが遠藤選手、うん、そして、まあ、杉岡選手のことも、奈良さん言ってくださいましたけど、どうしてもやっぱり、ね、ポジション的に、ね、あ、そうですね、あとあのアジア大会でやっぱりこう注目してた方も多いと思うので、長谷選手もそうですけども、そういう、こう国際大会で、まあ、残念ながら準優勝でしたけども、ただ決勝まで行ったわけで、そういう経験を持ってして戻ってきた、またあるいはこの同じ年代っていうのは十分オリンピック出場というのが狙っていける年代なので、ある意味ここでどうしてもなかなか普段の J1 だと出場機会が少ない選手も多いじゃないですか。でこういう若手の登竜門といいましょうか、
このルヴァンカップで活躍するとオリンピックへの道っていうのも見えてきますもんね。まあ、そこは間違いないと思いますし、まあまあ、この選手たちだけじゃなくて、まあ、全ての若手の選手にね、そういう可能性はありますし、はい、まあ、でもガンバの、まあ、先ほど僕名前出しましたけど高選手とか、ね、はい、宮本選手、あ、宮本、待てちゃって宮本監督になって、はい、そうこうね、レギュラーとして、まあ、出てるんで、うん、こういう若手の選手が活躍することによってこうリーグ戦で出てるこうレギュラーっていうのはやっぱり危機感というか、そういうところにもつながってくるんで、そういうやっぱりチームのこう相乗効果っていうのはつながってくるんじゃないですかね、はい。視聴者の皆さんはどの選手がニューヒーローになると思いますか、ぜひコメントをお願いします。ぜひぜひ。本当に若い選手皆さん注目しているようで、あのですね、甲府に今特別指定している、中山陸選手がどうも練習にまた呼ばれたと、これはルヴァンに出すために呼んでんじゃないかっていうような、東海大相模 の、はい、そうなんですね。そういうところもみんな、ね、今書き込んでくれてますけど、サポーターの間ではお、この選手がちょっと呼ばれたぞとか、岡田さんがいい選手、去年もね、ガンバ入ってるんで、左サイドバック、本当にいいサッカーするし、つなぐサッカー、いいかもしれないです。若い選手がね、こういうところでまた、おこんな選手がいたんだっていうところも、ね、新たなヒーロー、このルヴァンカップのこう、はい、見どころですよ ね、 そうですね、こういう選手がいたんだとか、そういうのがすごく、まあ、気づく試合が、またね、さらに多くなってくるかなっていうふうに思いますね。はい、ツイッターや LINE での番組参加、まだまだお待ちしています。まだまだ。ここからはですね、コメンテーターの皆さんにカップ戦の思い出のカードを振り返っていただこうと思いますが、まず岩本さんから。岩本さん、はい、あなたです。岩本さんはそうですね、はい、結構昔になってしまうんですけど、ベルマーレの時の、今ルヴァンですけど元、はい、前の名前違かったじゃないですか。その時にレイソル戦で決めたゴール、ちょうど僕サイドバックやったんですけど、これ中盤でボール奪って 2-0 で負けてたんですよ。レイソルのアウェーで、これベッチーノがクロス上げて、僕サイドバックなんですけど中入ってきて、ここから一気にダイビングヘッドでみんなでってゴール、これ同点ゴールだったんですよ。この時に奈良がサイドバックが逆だったんですけど出場停止で、そうなんです、大事な時にいないっていうね。これはね、嬉しかったです。なんでそこにいるんだっていうところにいましたけどね、まあ、それがあれは、まあ、僕も見ててすごく興奮しました、ね、ちょうど結構古いんですけど、カレッカとか見るやつがいた時で、それでサイドバックもどんどん行けっていうサッカーだったん でちょうどいつもあんまり人のビデオ見ないんですけど、その時相手のビデオを見てて、この外人はここにトラップこっちするなっていうのを、まあ、頭分かってたんで、それをインターセプトしてベッチーノが走ったんでスルーパス出してゴール前でゴールしたんで、それで後半の20分ぐらいから出たんですけど、で、まあ、同点になったんで、それはもう本当思い出深い。その試合3人で負けちゃったんですけど、懐かしい。なんか生きてる感じしましたね。生きてますよ。ものすごい生きてますよ。もうその時の興奮というか、そうそう、だから若い時ってその今ルヴァンカップね、他の若い選手の話ありましたけど、やっぱり勢い乗れるんですよ。はい、でこの次の試合僕膝怪我したんですけど、ベルディ戦だったんですけど負けたんですよ、平塚で 5-2 で、その時もサイドバックなんですけど2点取ったんですよ。サイドバックで似てる。これが、これ岩毛、もう一人岩本。岩本。そしてこれ、俺がサイドバック出てきて、サイドバックですよ。そうそうそう、なんであそこに行くんだって。本当ですね。そうですね。
すごい。このもう1点、もう1点はベッチーヌ振り向きざま入りますか、入りますか。あのダイレクトボール違う、ボレー、ボレーハーフボレーね。そうだよね、若いのか、若い68キロぐらいだからね、これね。これちなみに僕あの出てます、出てますね、このゲームは出てます。出場停止から開けました。これ1点目でしょ。3番ペレラだからね、あれ隣にエイソンだから。ここに来るからね。やっぱサイド、だ若い選手がねどれだけ活躍するのか。これ2点目ですか。これは2点目。こういってベッチーニョが折り返して、ここ、はい、サイドバックは出てこないぞっていうところから、ここ来るんだよ、ここ来る。なんでここに来るんだっていうね。やっぱ今これだ、これあれマルセロじゃないの今だった、これ。あ、今の僕です、今の。いましたね、金髪。はい、あの手パチンってした。僕はあれ、あの右サイドバックなんで、しっかりと僕は鶴瓶の動きでしっかり守備に回ったんです。この時逆にね、逆にね、はい、しっかり。なるほど。まあこれはでもね、本当ベルマルってシュート練習ばっかりしたんで、まあこれ結構得意で、はい、まあそんな難しいシュートはなかった。サイドバックの人もシュート練習に参加するっていう。まあ、全然ベルマルもやってました。僕が特に両サイド上がっていっていう、うん、あ、そっかそっか。あの上がんないと怒られるんですね。行け行けって言われるんで。へえ。この試合もう一個欲しいシュートがあって、はい、ないんですけど、それ入れてればハットテックだったんですけど、そのくらいも行ってましたね。あ、行きましたね、フェルは、ね、はい、やはりご自身がやっぱり自分ですごい気持ちよくできたゲームっていうのは印象に残ってるっていうことですか。まあやっぱりアタックの選手だってね、ああ得点とかアシストとか、うん、そういう結果を出さないとね、いろいろと言われるんで、ね、うん、そう今日はプライムのやつですけど、ね、続いて奈良橋さん、思い出のゲームお願いします。僕は嫌な思い出というか、そっちの、はい、99年のこうカップ戦の決勝、はい、僕は鹿島で、あ、これですね、これ鹿島、あ、鹿島レイソルですね、これ鹿島レイソルが勝てば初優勝という試合で、あ、ジーコさん、はい、ジーコさん、これ西野さんですね、西野さんも若いんですよ、これですぐ取られたんですよ、前半確か。これ逆サイドにいるのが僕なんですけど、そうですね、これなんか下馬評では鹿島が勝つんじゃないかっていう風な雰囲気が。でもレイソルも結構若い選手がたくさんいたんですよ、はい、でそういう中でこれ僕ですかね、これ確か追いついたかな、これ確かビスマルクが取るんですけど、これ全部西君、これ追いついて、はい、でこれ阿部、阿部ちゃんでフリーキックでこれ決めて、もうこれでもう、あ、もう勝ったかなと思ったんですよ、はい、2対1で、で、じゃ勝って、もう後半のもうギリギリで、これギリギリです、これこれ4番の選手がディフェンスの渡辺選手、これ上がってもうファープレーでこれドカンと、おこれで決められちゃったんですよ。あ、ほらほら2番、2番、今、はい、ちょっと背中寂しかったんですけど、ここでも延長戦まで行って、延長も 0-0 で、で PK 戦なんですよ、はい、で鈴木選手ですかね、で ここで外しちゃうんですよ。でも鈴木選手もこのカップ戦で活躍して、確か2000年かなで活躍して代表にもつながりましたし、あと小笠原選手が、そうですね、若いなぁ、若い、ここで見ちゃう。はい、これで決まって終わりかな、まあ、PK で、まあ、負けて、まあ、レイソルが初優勝するんですけど、はい、で僕 PK 蹴ってるんですよ。PK 蹴って5番目で、はい、ジーコさんがなぜか僕を5番目に選んじゃって、うわ5番手かよっつって、で1回キーパーに弾かれた、うん、で弾かれて、うわ終わったと思ったんですけど、逆回転かかってて、でそのまま入ってったっていう。いやもうヒヤヒヤでした、ね、でなんかすごく悔しい気持ちが、でほとんどもう勝ちゲームだったん で終了間際に入れちゃったんで、僕はなんか悔しいゲームはなんか逆にすごくなんか思い出には残ってたんで。鹿島ずっとタイトルいっぱい取ってるからいいじゃないですかね。いや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 、だってもうすぐだったんで、これも優勝まで、だそう終了間際取られたっていう、そういう悔しさがあったんで、すごく思い出には残ってます。はい、あのどうでしょう、実況として野村さんの思い出に残ってるカードってありますか。はい、そうですね、私挙げさせていただきたいのが、はい、2010年の、決勝なんですけれども、はい、ジュビロとサンフレッチェのゲームなんですが、やっぱカップ戦の、まあ、醍醐味っていうのは、うん、やっぱりこう劇的な、うん、
ゴールであったり、また延長戦がありますから今でもその延長に突入する、もちろんあとはみんながゴールを多く見られるっていうところは、まあ皆さんファンの方は望むところだと思うんですけれども、まあこのゲームはまあこの終了間際のところになって同点ゴールで結局延長に行くという流れになっていくんですけども、いやこれまだこれは違うんですよね、これね、うわ、はい、これ上げたのミキッチ選手ね、ジュビロ先制して広島2点取ってのでジュビロが前田選手で、うん、はい、同点に追いつくっていう感じの流れになっているんですけども、まあ、これシーソーゲームこの展開っていうところがやっぱりこう実況としても喋っていてワクワクするし、見ている人もワクワクする、これだカプセンならではの醍醐味なのかなっていう、決勝でこんな点が取るっていうのは、ね、なかなかないんですよ、はい、これですね、これでギリギリ、もうほら悔しがってるじゃないですか、あ、これギリギリなんですか、ギリギリ、これがギリギリなんですよ、これが89分かな、これ2位ですか、これ2位、うん、じゃあもうさっきのゲーム展開で一緒ですね、うん、2位、そう、それをそれあれかぶせて、かぶせて、かぶせてきた。小室さん。はい、でここからまたかなり点入るんですよ。でもここからはちょっと点が多く、まあ、ジュビロの方が結局プラス3点入るんで、広島も1点取って結局5対3っていう感じにはなるんですけど。ジュビロが延長で3点取るんですか？そうなんです。すごいね。これはあの、Jリーグカップ戦での決勝戦では一番最も点が入った。はい、両チーム合わせて8ゴール8得点ということですね。それで延長で、延長で合わせて4点入ってます、4つですよね、はい、すごいですね、それこれも実況の方最後ヘト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 になるねっていうね、はい、なんか配分があれあれあれみたいなっていう、でもそういうゲームはやっぱでも実況したいですよね、はい、あと見ている方もこう決勝で楽しいですよ、もうテンション上がっていってる上にテンション上がって、さらにまた追加でプラスアルファで、ね、時間も増えるし、これでさらに同点になってもっと PK にまで行ったら最高ですよね、あ、PK 外したんだ、若いというゲームですね。さあルヴァンカップ歴史に残る戦い期待したいですが、実はですね、見逃すことのできないもう一つの戦いもあるんです。もう一つのルヴァンカップとは、大会特別協賛の山崎ビスケット社、そのルヴァンプライムを用いた J リーグ各クラブによるレシピコンテストです。ホームタウンのご当地グルメやクラブの食堂レシピ、監督考案レシピなど様々なレシピが登場します。はい、ということでですね、昨年は天ぷらとかありましたかね、うん、松本山雅 FC が1位になりました。その1位の写真がこちらです。かわいいですね、去年1位がこれなんですよ。すごいですね、こう味だけではなくこう見た目でも楽しんでもらうということなんですね、うん、ちょっとキャラ弁的な感じの、はい、そしてですね、今日からすべてのクラブのレシピが J リーグの公式サイトに動画がアップされています。これちょっとご覧いただきましょう。クラッシュルヴァン3種のぶどう盛りです。このままでも美味しいルヴァンですが、今回は私の気合を注入したいと思います。一発入れた後に粉々にして、このスペシャルレシピに、3種のぶどう盛りにかけます。3種のぶどう盛りの今日のスタメンを発表したいと思います。クイーンセブン、ピオーネ、シャインマスカットです。この3名に期待したいと思います。ではいただきます。美味しいですね。このルヴァンの塩気がぶどうの甘みをすごい引き出してくれる、これぞ山梨と、そういう味になってます。とても美味しいんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、ということでご覧いただきました、奈良橋さんどうされました？やってください。やってみた方がいいのかな、今選手のように割った方が、はい、気合を、okay、 はい、どうでしょう、
割れたでしょうか。気合をね注入してましたからね。奈良橋さんの気合はいかほどか。一枚も割れてません。嘘でしょ。いや見てる、一枚も綺麗に割れてません。もう全く全然ダメです。丈夫、丈夫です、はい、美味しく召し上がりますからね、はい、そして、ね、前にはね、そうなんです、はい、あのバンフォーレ甲府のレシピを再現したものがこちらスタジオにはあります。ということでちょっとねいただいてみましょう、はい、やっぱり名産品というのを使うということで、これぞ山梨という味とおっしゃってましたからね、はい、一気にいかないですか。いや、バクッと、いつもバクッといっちゃってください、はい、お、バクッと一口。あ、皆さんどうでしょうか、これ。あ、美味しい。美味しい。美味しい。美味しいですね。今津選手が言ってみたい、はい、言っていたみたいに、やっぱり甘さとこの少し塩気があるのが合うんですね。はい。やっぱり山梨といえばブドウですし、はい、こういうなんかブドウの甘みと、あとはやはりプライムなこのね、クッキーのこの良さも、はい、食感がしっかり噛み合ってるかなっていう。そうですね、僕がこれ割れなかったのがすごく残念ですけどそこは僕が出直してきます。で、美味しいですこれ、はい、爽やかで美味しいです、ね、美味しいですね、フレッシュ。今のブドウが入ると、はい、何杯でもいけそうですよ、ね、あ、そうですね。いや本当にもうないんですか。もうないんです。もうないです。おかわりを希望されていますが、ちょっとね、今すぐには難しいので、甲府に行ってください、うん、あ、そうですね、甲府、はい、に行ってください。そうですねさあ、ということでもう一つのルヴァンカップの優勝はですね、ファン・サポーターの皆様による投票で決定します。投票方法ご覧の2種類になっています。 J リーグ公式サイト内の特設ページの投票ボタンから、そして J リーグ公式ツイッターから期間中随時投稿されるクラブ別試食動画を公式リツイートで投票してください。果たしてもう一つのルヴァンカップを制するのはどのクラブなのでしょうか。優勝はあなたの投票で決まります。ぜひ投票お願いします。これね、ちょっと動画も楽しいですよね。ですね。だからもう早速見てくれた方とかね、はい、いらっしゃらないかなと思って。はい、いらっしゃらない。本当に美味しかったですね、まあ、うん、何枚でもいけます、ね、レシピ動画があるから、レシピ自分たちで再現もできますしね。そうですね。これ全チーム参加されてますね。ですよね、はい、全チーム食べたいですね。全チーム食べたい、はいはい、今じゃないですけどチームによって食べ物違うじゃないですか。そうです、ご当地だったり。仙台だったらあの上に牛タン乗ってるんですか。どうなんでしょう。でもそういうのもありじゃないですか、うん、ね、フルーツ風にしなくてもね、ちょっと食事風にするっていうのもね、いいかもしれないですし、でもね、ブルーベリーを使用したものとかもあるみたいですよ。で、そういうふうに書き込みがね、スイーツ系と食事系と、ね、いろいろあるみたいですけれども、そういう名産というか、はい、そのところね、うん、そのところの名産っていうのが、ね、すごく回ると思うんで、はい、たくさん。どうでしょう、あの奈良橋さんだったらどういうレシピを考えようかな。僕ですか、はい、僕なんか今思ったのは、こう広島、はい、広島の、まあ絶対乗んないですけど、この上にお好み焼きがね乗ったらどうなのかな、これあれじゃないですか、1枚だけじゃなくて何枚も重ねてその上に乗せるっていうのあるじゃないですか。うまい、サクサク。あ、でも美味しいかもしれないですね。本当ですか。アクセントで、はい、でしょ、はい、こういうなんかいろんな、あと広島だったらカキとかね。あ、カキじゃなくてカキね。あ、カキ、はい、あ、カキ、カキじゃなくて仙台牛。仙台牛、仙台牛、手持ちさんだったら牛挟んでちょっと大きめにしてとか、はいはい、ちょっと大きめに、はい、三段とか、ね、三段、はい、なんかお腹空いてますお二人。いや、そうなんですよ。そうですよね、お腹空いてますよね。お腹空いてます。はい、え、これ鹿島アントラーズのメニュー美味しかったっていう、これ試されてた方がいらっしゃるんですかね、はい、もう早速。あ、そうなんですね、はい、そう、レシピ動画なので多分動画を見ながらご自分で再現することも、ね、できると思うので、はい、ぜひお楽しみになさってください、はい、さあ、ということでお届けしてまいりましたルヴァンカップをもっと楽しめるプライムな夜、 J リーグ YBC ルヴァンカッププライムステージの見どころをお届けしてきました。さあ、改めてなりますけれども、注目しているクラブをまず、じゃあ岩本さんから。やっぱりみんな注目はしてます、はい、どこも。でもやっぱりそのもともと所属してたベルマーレとか、あとフロンターレとかは気になりますし、やっぱ僕横浜出身なんで、マリノスはね、結構やっぱ気になります。よくあの一発も見に行きますし、そこら辺は頑張ってもらいたいと思いますけどね。優勝予想としてはまだこれね始まってみないとっていうところあると思いますけれども、まあだから
フロンターレとか本当に可能性高いと思うんですけども、その怪我人と代表選手がいないからここを乗り越えればやっぱフロンターレがグググって可能性あるのかなっていう、まあ、最初鹿島ですよね。そうです、はい、準々決勝そうですよ鹿島です。僕はフロンターレがこう鹿島に勝てば行くんじゃないかなと。またみんな怪我人が治ればね、代表選手戻ってきてっていう印象です。準々決勝が大きな山にフロンターレとしてはなると、はい、奈良橋さんいかがでしょう。気になる僕は気になるチームは大阪の2チーム、はい、まあ、セレッソは昨シーズンの覇者でもありますし、まあ、ガンバは宮本監督になって、まあ、徐々にではないですけど、まあ、今野選手も復帰して、まあ、そういう上積みがある中でこのルヴァンカップでどういう結果を出すのかっていうのはこの2チームにはすごく注目はしています。このルヴァンカップを手にする優勝予想としてはいかがでしょうか。触ってダメですよ。触ってないですよ。触ってないですよ。重さはどんくらいなんですかね、これ。重さ触ってないですよ。触っては絶対にいけない。ちょっと今スタッフが慌てました。はい、ということで。はい、触らないです。はい。野村さんいかがですか。私はどこかなっていうのはあるんですけど、はい、意外とこういうカップ戦って、うん、もうあっと思うこと起こるじゃないですか。そういう意味で言うと J2 の甲府あたりが勝ち上がって取っちゃったりしたら、それはちょっと盛り上がるんじゃないかなって。でこれどうですか、ルール的に J2 のチームがもしルヴァンカップとか天皇杯取ったら、はい、そのまま J1 昇格できるとかね。それ結構面白くないですか。モチベーション上がりますよね。モチベーション相当上がりますよね、はい、そういうのもなんかいいかなと思って。そういう一枠ボンとなっちゃう、レギュレーション変えちゃう。そうそうそう、どんどん変えていった方が面白いんじゃないですか。ダメですか、まあ、この今日だったら大丈夫かな、プライムの夜だからそうなら変えられるかもしれない。まとめていただいてありがとうございます。さあということで、今年はどのクラブがカップウィナーに輝くのでしょうか。あさってからのプライムステージお見逃しなく。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりそれで終わるよ。